そして向こう側原田クロス上げてきた中央フリーの選手がいる。そして後ろから一番シュートは決まった。熊本が1点差に迫ります。3対2。内村選手はミドルシュート正確ですね。ミドルレンジから市村が決めてきました。2試合連続ゴールです。市村が決めました。前節の福岡戦の2点目も市村ですね、はい、2点目ですね。同じ2点目を取ってきました。最終ラインが深くなって、この辺はもうミドルシュートはね、はい、当然うまいミドル打てる人には射程距離ですから。スペースがありました。そして市村もここはフリーになっていました。一旦下がったところ、今日は一波乱二波乱やっぱりありましたね。グラウンダーいい形で決めてきました。やはりなかなか試合の流れが分かりません。